朝勤とは、天皇が父母もしくはそれに準じる大乗天皇を、女院に配礼すること。対象者が天皇の御所の外に別個に御所を設けて居住している場合には、天皇の行行を伴うことになり、こうした朝勤を目的とした行行を特に朝勤、行行と称する。朝勤行行には、正月の2日から4日の間の吉日に行われる、年首の礼、戦争、即位、 元服の直後に行われるもの、対象者の病気見舞いなどを目的とした臨時のものなどがある。長金は本来において公的な存在である大乗天皇と天皇との間に不死関係という指摘要素を儒教の交換念と絡めて導入したという点で注目されている。中国においては諸公が天使に越見する行事を指したが日本では 大道4年8月30日に佐賀天皇が兄である平城上皇に拝勤したのが最初とされる。長勤行行の形態が整うのは人名天皇の時代で天皇が即位した天朝10年に父母への長勤行行を行い、翌年の正月2日に初めて年首の長勤行行が行われている。その後は天皇の父母もしくは祖父の在世中に限定され、 必ずしも毎年行われるものでもなかったが、陰性期には辞典の君に対する高校の意思表明と敬意を払うための行事としてしばしば行われ、年首の長勤行行は年始の主要行事の一つとなった。ただし、関政治期には父親を書くために母親に対してのみ長勤をするケースが多く、反対に陰性期初期にあたる堀川。 鳥羽天皇は即位前に母妃を失っていたため、一条天皇からストック天皇までの約140年近くにわたって両院揃っての長勤は行えなかった。ただし、陰世紀以降の母院に対する廃部の儀礼は、天皇即位後の最初の長勤に限られ、それも母院の出自が陰金真相など出自が低い場合には受講もしくは、純三宮の宣言を受ける。 以前の場合には廃を受けることを辞退したり、魚座を降りて、病部を隔てて直視しないなどの遠慮が行われた。これは、長金行行が天皇の父母に対するものとされながら、実質は自転の君を主たる対象にしていたことを示していると考えられる。そして、自転の君である父が亡くなって、母範のみになると、一転して、これまで廃部の対象とされていなかった母範が、 課長に代わるとみなされて、配分の対象とされている。長金行行においては、対象者の御所に近づくと、軽質を停止させ、天皇は御所の注文の外側で乗り越しから降りて、徒歩で御所に入るなど、天皇は一貫して、会の立場を通した。佐古愛子、陰性、鎌倉期における、長金行,行の特質と、意義、元木安素編日本中世の政治と、 制度 ISBN978 から4から 642029667P162 から163、三佐古愛子陰性、鎌倉期における、長金行行の特質と、異議、元木安編、日本中世の政治と、制度 ISBN978 から4から 642029667P166 から173。ありがとうございます。